は申し訳ないんですよ。何が申し訳ないんだ。来週ちょっと休みをいただこうと思って。だから申し訳ない奴の態度じゃねえじゃんか。いやでもね、それは理由があってね。うん。ちょっと、この間僕、秋葉原の方にちょっと出向いたところですね。うん。なんか声かけられましたね、すごい。うん。汗水も垂らした、うん、女性が声かけてきまして。うん。誰だよ、おめえはって言ったんですよ、汚ねえな、つって。態度悪すぎない？いや、すいません。有田さんですよねって言ってきたから、うん、誰なんだよ。おかしいよね、そんな親切に声かけてきてくれた人に。すいません、急にって。うん。よかったら、イベント見て行ってくれませんかって言うから、うん、うるせえよって、やらましいんだよ、お前はって言って。怖い、お前は悪い人間だな。うん、で、パーンと、軽くビンタ引っ張られて。え？もう無法者じゃん、単なる。タイガージェットシー以来の。でもよかったらイベント頑張ってるんで、どうぞって。そいつも、追いすがるね、やったら。僕のほら足首、倒れてましたから、多分ビンタたちだってぶっ倒れて、僕の足首を掴んで、お願いですから、イベントとか見てください。どんだけ見てほしいんだ、お前に。言うから、バーンと僕は蹴ったんですけど。いや、そら、お前警察沙汰だよ。バーンと、もう血とかもバーン飛び散って。で、もう犯罪だけどね。いや、だって向こうはいけないの、急に来たから。お前が悪いよ、明らかに。手出してんだから。誰なん、うるせえよ、つって。なんだよ、じゃあ金よこせって言ったの、俺。もう本当に。お前絶対捕まれよ。この放送終了後。ごちゃごちゃ言うんだったら、言ってやるよ、金よこせよって言ったら、いや、お金ないんです、今。一生懸命やってるんで。本当に、もう、本当に夢を追って一生懸命頑張って、それだけなのに。いい子だよ、本当に。夢なんかじゃ何も買えねえよ、バカ野郎って言って。お前、絶対こう、放送終了が丸の内警察署に出頭しろよ。自らね。財布バッとまさぐって、おうとしたんですけど、本当にお金なくて。なんだよ、お前、つって。うん、じゃあ、いいよ、なんだよ、誰なんだよ、お前って、しつこく言ってたら、うん、なんか、アイドリングっていう、うん、間違えた。みんな、もうみんな有名なアイドルグループですよ。うん、テレビと連動してやってる、うんうん、もうイベントとかすげえやってるんですよ。ああ、でその人で、うん、ああ失礼しましたっつってこっちは謝ったんです。急変かい。いきなり謝っても許してくれる。どうかよなーって、うん、だから本当何なんですか、本当さっきからってすげえ僕も言ってきては向こうが今度はさっきまであんだけ丁寧に追いすがってたじゃん。だからこっちも、ああ、俺見たことあると思ってよく見たら、僕のテレビ見たことあったんで、ああ、アイドリングの人じゃないですかって言ったら、そうだよって。急に全員出てきて、何さっきから人のメンバーに暴行加えてんだよなって。さあそうなるよ。で、まぁ、ちょっと話し合おうよって言って、うん、まぁ、じゃあ一回オールナイトを譲ると。お前嘘だろ絶対。今までのこの一連の話。秋葉原に行ったところから嘘だろ。いや、だから今度、来週は、アイドリングの俺の日本になるわけです。うん、で、いいよ、素直に、来週はお休みです。アイドリングが代わりにやってくれます。で、いいじゃねえか。何だったの、その、秋葉原に行ったくだりからの完成度の低い話。いや、こっちはこっちで、理由付けしなきゃいけないと思って、リアル。誰も納得しちゃいねえよ、信じてねえよ、そもそも。そんな話。リアリティを持って言ってんの、こっち。リアリティゼロだろうが、汗水垂らした女が出てきやがったから。足首掴んでイベント見ててくださいとか。ねえよ、そんな話は日本に。いや、それぐらい頑張りやってこと、俺は言いたいの。どれぐらいの頑張りやなんだ。本当にもう。いや、だからいいよ。アイドリングのね、オールナイトも来週聞いてちょっと楽しんでねえでいいんだよ。うん、我々ちょっとだけ夏休み一回ください。本当に頑張ってる。いや、頑張ってるとは思うよ。別にそこを否定してるわけじゃねえんだ、俺は。うん、だからすごい、応援したいの。だから、応援したい。俺と一本も別に譲りたいの、これ。いや、譲りたいっていうか、それはね、一応我々レギュラーでやらせてもらってるから、その、毎週譲らせてくれっていう話にはならないけど。俺はやってもいいと思う、それでも。だって、相当やっちゃったからね。それならそれで、オールナイト譲るくらいの話じゃすまないよ。保証だよ。って言ってるから、一回譲ってくれれば許すって言うから、しだらけだったけど。どんだけいいやつだ、お前、アイドリングは。